応援男爵デイビッド・アンソニー・ル・ウェリン・オーウェンは、イギリスの政治家。過去に労働党に所属していた。1938年7月2日に、デボンのプリンプトンに誕生する。ケンブリッジ大学で医学を学び、1966年に、庶民院議員となり、1977年に、ジェームズ・キャラハン政権にて、第5代外務、英連邦大臣に就任する。 1979年イギリス総選挙でマーガレット・ザッチャー率いる保守党に敗れ、オーウェンは外務・英連邦大臣を失職。1981年に社会民主党の決闘に参加し、その2年後に党首となる。オーウェンが1981年に労働党を去った理由は、総選挙で敗北した後に党が極左によって動かされ、労働党が反 e c EU、 半角兵器、大規模な国営化を推進したからだという。マーガレット・ザッチャーはオーウェンを英国政治における私的同類と認めていた。1988年に社会民主党は自由党と合併し、社会自由民主党となるが、オーウェンは SLD には参加しなかった。オーウェンはもし百八十七年に SDP が平成を保ち自由党との合併をしなかったら、 イギリスの政治を変えていただろうと信じている。1992年に貴族院議員となる。ありがとうございます。